どうもお世話になっております、アムロのガンプラ製作です。フルメタルパニックインビジブルビクトリーより HG60/1 アーバレストバージョン4緊急展開ブースター装備仕様が発売されましたので買ってきました。定価が4320円となっています。早速開封します。はい、ということで今回のキットはアニメフルメタルパニックの第4期仕様のアーバレスト M9 カラーと XL2 緊急展開ブースターのセットです。アーバレストの方は昨年の4月に発売されたおなじみ、白と紺色のキットと、内容は同じで単なる色違いということですね。緊急展開ブースターが、新規で付属しているということになります。成形色はわずかに茶色みがかったように見えるグレーと、茶色が強めのグレー、関節部分はダークグレーとなっています。わずかな色の不足を補うホイールシールも付属しております。はい、それでは早速組み立てていきます。ということで今回のキット、アーバレストが登場するフルメタルパニックの簡単な概要です。フルメタルパニックは富士見ファンタジア文庫から刊行されているガトー商事のライトノベル、またこれを原作とする漫画アニメ作品。幼少期から戦場に身を置いてきた一人の兵士を主人公にした SF ミリタリーアクション作品。2018年の時点で本筋となる長編が全12巻、番外編の短編が全9巻、外伝のサイドアームズが2巻の全23巻が発行されている。タイトルはスタンリー・キューブリックの映画フルメタルジャケットをもじったものであり、フルメタと略して呼ばれることが多い。アニメシリーズは独自色が強いものの2002年から制作され、2018年4月からは第4シリーズが放送された。ストーリーはタイテロ軍事武装組織ミスリルの西太平洋戦隊に所属する相良宗介がソビエト連邦東部で一人の少女を保護するところから始まる。ウィスパードと呼ばれる能力を持った少年少女と彼らがもたらしたブラックテクノロジーによって変わってしまった歴史をめぐる相良宗介の戦いを描いたハードでシリアスな長編と、他に長編を補完するエピソードを収めたサイドアームズ、シリアスな長編とは打って変わった平和な日本社会の中で主人公が引き起こす騒動をコミカルに描いた短編の3つのシリーズに分かれる。メインストーリーにあたる長編ではブラックテクノロジーにより異なる歴史を歩んだ冷戦末期の1990年代の各国が舞台になっており、本編シリーズと呼ばれる。サイドアームズは長編を補完する短編集となっており、こちらは長編の外伝という位置づけである。はい、ということです。では主役機にあたるアーバレストの機体解説です。 M9 ガーンズバックの試作機をベースにブラックテクノロジーを投入した機体、作中でミスリルが保有する唯一のラムダドライバー搭載 AS である。ただしミスリルが壊滅し本機が大破した後に本機のコアユニットを移植した ARX-8 レーバテインが建造されている。機体スペック、10年先を行く超高性能機体である M9 と基本的なシステムはほぼ同一であり、操縦自体はそれ相応の訓練を受けていれば可能。また武装やオプション装備なども M9 と同じものが使用可能となっている。搭乗者の相良宗介は前衛を担当することが多いため OTO メララ社製 57mm 三段砲ボクサーを愛用している。 M9 との最大の相違点はラムダドライバーを搭載している点、それに伴い骨格系などに M9 とは異なる専用パーツが用いられているため予備パーツ数は不足気味である。ただし一部のパーツは M9 と共通しているため代用することも可能。またラムダドライバーの影響で本機の活動時間の100時間は M9 の150時間よりも短いものとなっている。機体デザイン、 M9 との外見上の相違点としては機体各部の冷却フィンを内蔵している点や双眼のセンサーを用いている点、そして人間の口に当たる部分に武装蛍光用のハードポイントがついている点が挙げられる。このハードポイントによって銃器や短分子カッターを加えることができる。またカラーリングに関しても M9 のグレーとは異なり本機は白をベースとしている。
アニメ版第1期20話においてはガーンズバックと同様のカラーリングを施した姿で作戦に参戦している。夜間隠密的作戦にあたって機体の白が目立つために行われた戦略的配慮と思われる。はい、ということです。第4期のアニメインビジブルビクトリーで、私の見落としだったら申し訳ありませんが、このキットの、カラーリングでね、アーバレストは登場していないはずです。この馴染みのない M9 カラーについて説明書の方で触れていますので、そちらを読み上げます。 ARX7 アーバレスト M9 カラー。極秘のはずの ARX7 が白を基調とした彩色だったのは奇妙だが、これには理由がある。 M9 系の装甲素材は主にチタン合金、反応ポリマー、強化セラミックの多層構造で構成されており、表層部は超強靭の繊維強化ゲルによって保護されている。この繊維素材の色が白なのだ。実は未塗装の M9 は ARX7 と同じ色である。この繊維素材は通常の有機塗料と相性が悪く、剥離しやすい性質を持つ。ラムダドライバーの発動時は特にそれが顕著だった。艦内での塗装は避けたいこともあり、トゥアハーデ・ダナン部隊は早期に ARX7 のグレー塗装を諦めてしまったようである。不可視 ECS があれば色はそこまで重要ではないという実情もある。はい、ということです。同じく説明書の方にトゥアハーデ・ダナン副長リチャード・マデューカス中佐のコメントがありますので、そちらも読み上げます。アーバレストの塗装について、密閉された潜水艦内で有機塗料のスプレー塗装、聞いただけで頭痛がしてくる。火災のリスクはもちろん、フル回転する空調設備は雑音を出す。あのうさんくさい AS をちょっと目立たなくするためだけに艦を危険にさらすのはごめん被りたかった。はい、ということです。 XL2 緊急展開ブースターは背中の3ミリぐらいのサイズの、ダボに接続して肩付近のカバーでさらに固定します。別売りの M9 ガーンズバックなどにも接続が可能です。では XL2 緊急展開ブースターの説明書の解説を読み上げます。そもそも陸戦兵器であるはずの AS を単独飛行させるという発想そのものが異質であり、冷戦時代が終わった現代においてもこの種の飛行ユニットは各国でほとんど運用されていない。A 陸軍のサイファーシリーズだけが例外と言える。 AS という兵器を迅速に戦闘空間に投入する手段は輸送ヘリや輸送機による空挺作戦が一般的である。運用法としては空挺戦車に近い。片や XL2 は専用の大型輸送機に喧嘩された AS を高度 6000m 以上から切り離して飛行させ、 100km 以上奥の敵地に強行突入させるという非常に限られた特殊作戦用の装備だった。しかも片道だけの使い捨て。投入された AS は自力で帰還することができず、味方部隊の回収を待つしかない。たとえ高性能な第三世代型といっても、これはほとんど自殺ミッションと言っていい。ましてや、艦船のカタパルトから AS を射出するなど、常識では考えられない用法である。何しろカタパルトを装備しているのは米海軍の空母だけなので、陸軍所属の AS のために非常に高価な空母ユニットを危険をさらして敵の陸地に接近させるという運用自体がありえない。ついでに言うなら、空母に曲がりできるのは海兵隊だけなのに、その海兵隊には M9 が採用されていなかった。当然ながらこの試作装備の頭文字が X 実験から M 量産モデルに変わることはなかった。はい、ということです。ラムダドライバーの発動状態はパーツ差し替えで再現ができます。肩の装甲、背中の装甲の一部を外して放熱板を表現しているであろうパーツに、外した装甲を接続した上で肩と背中に差し込みます。ボクサー 57mm 三段砲です。
腰の後ろ側にジョイントパーツでマウントが可能です。短分子カッターです。鞘から抜き差しが可能です。大腿部付近に鞘を接続できます。腰の後ろ側にもジョイントパーツでマウントが可能です。ナイフ加え再現用顔パーツです。一部のパーツを外した上で接続できます。グラーツマンリヒャ AWS2000 LDW タイプはプラモデルオリジナルウェポンです。ハンドパーツは平手と武器の持ち手が左右付属します。はい、合わせ目です。本体部分では頭部の後ろ、肘、硬いに合わせ目らしきものはありますが、パネルラインと解釈しても良さそうな場所にありますし、今回は作り手の判断によりそうです。武器類が左右分割で各中央に合わせ目が出ます。緊急展開ブースターのミサイル部分が上下分割で中央に合わせ目が出ます。はい、可動です。首は干渉しますが1回転、そして上下に動きます。首の根元が開いてコックピットが開いた状態を再現できますが、再現状態のレベルはあまり高くありません。胸部を軸に背中側が開きます。腹部に可動軸があって前後左右に少し動かすことができます。肩は引き出し関節で前方向に引き出せます。腕を90度ほど持ち上げることができます。肩、上腕の付け根、手首に回転軸で1回転します。肘は180度ほど曲がります。腰の回転軸は1回転します。リアアーマーは後方に動きます。股関節は下方向に引き出すことができます。太ももの干渉を逃がしてくれますので、横方向、縦方向にほぼ完全開脚が可能となっています。大腿部に回転軸ですが1回転はしません。膝は180度ほど曲がります。足首は縦方向、横方向に曲がります。かかと部分を引き出すことができます。はい、ということでフルメタルパニックインビジブルビクトリーより HG60/1 アーバレストバージョン4緊急展開ブースター装備仕様の組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。